1部レアルマドリードのフランス代表 FW カリム・ベンゼマ35が5日、日本時間6日、バルセロナとのスペイン国王杯準決勝第2戦でハットトリックを達成した。第1戦を0対1で落としている中、エースが役割を果たした。1対0の後半5分に追加点を奪うと、同13分は PK、同36分にもゴールが生まれた。ベンゼマは2戦連続ハットトリック。チームは今季5度目のクラシコを4対0で制し、2戦合計4-1でオサスナとの決勝、5月6日に駒を進めた、チェルシー、イングランドとの準々決勝第1戦を12日に控える欧州チャンピオンズリーグへ向けてもエースの好調ぶりは頼もしい限り。スペイン紙、マルカによると、カルロ・アンチェロッティ監督は、完璧な試合運びをしなければ、敵地で 4-0 で勝つことはできない、とコメントした。